演覚寺は、青森県西津軽郡深浦町にある、新聞集大五派の寺院。三号は、春光山。本尊は十一面観音。津軽三十三箇所、観音霊場の第十番札所である。創建について、津軽一等氏には、平城三の大道二年聖一体将軍坂上、田村麻の観音堂を、この地に建立し、 馬屋と王子の巧妙作となる十一面関税音母殺像を安置したとある。縁学寺の演起には、聖和天皇の上岸十年縁学法院は、大和国の人にて、大長大徳の弟子、清司帝の末帝なり、主言道を法事諸国の霊山を遍歴し、ついにこの地に来たり、田村マロ創建するところの観音堂を再興し、ここに、草案を立てて、縁楽寺と称すとある。 平安時代、河王年中には、陳寿不将軍、藤原元平が道具を再建したことが胸札などに、記されている。奉納された掛け仏の裏に、年分運長久、平嗣久と、牧書がある。室町時代には、四徳二年名の輪口。永昇三年には、河西小羽袋、伊予守より清が道具を再建したことが胸札などに、記されている。江戸時代初期、 石谷石星の法教院島江戸時代には、津軽藩の祈祷人員となり、歴代藩主の庇護のもと、道具の修復再建がされていた。主な修復を挙げると、このような奉納物から、各時代において、豪族の庇護があったことが伺える。江戸時代には、深浦港は津軽藩の四浦の一つとなり、北前船港駅の寄港地となった。その商人や船乗りの寄進も数多くあった。 境内に流島杉と呼ばれる巨木があり、日本海を航行する船の目印になったという。韓口、観論を日頃から信心すれば、闇夜においては光を放って守護したといい、漁師たちからは、助けの杉と呼ばれていた。また、難破する船の絶えない、日本海で大しけにあった時には、先導過去たちが曲げを切り一心に念ずれば、小から光を灯し海南から救ったという。 ありがとうございます。